ここはどこなんだ。どこなのかはわからないよ、鬼のお兄ちゃん。で、八九時はどうした。まさか振り落とされたんじゃ。大丈夫だよ、鬼のお兄ちゃんが彼女の胸をがっしり掴んでいたからね。というか、僕はどれくらいの間気絶してたんだ。僕と八九時さんとにいいように遊ばれているくらいの間だよ。夕方からずっとだから、まあおよそ12時間ってところかな。12時間。次もうまくいくとは限らない。ああ、経験則はともかく、あの暗闇、法則が全くつかめない。反撃に打って出たいところだけど、あれに反撃なんて有効なのか。そもそもあれが本当に僕たちを狙っているのかどうかも本当は怪しい。あいつが現れる寸前まで僕がしていた話を忘れたの。ガエン、イズコ、その人に話を聞けばいいのか。おののきちゃん、仕事の方はいいのかい。いいわけないだろう。でもさすがにここであっさりと仕事には戻れないさ。テレパシーで通じ合えたりしないのか。あいにく僕たちの絆はそこまで強くない。山を降りて電話なりメールなりでアプローチするしかないよ。僕と話すのが嫌なのか、それとものんきに寝てやがるのか、ここに着地してから一向に出てこないんだよ。忍が？どうして忍は起きていない。困る。というか、そりゃまあ、あいつは僕が嫌いだから。あいつはそういうやつじゃない。信頼してるんだね。